ハンズル、ジョージュ・パーチメントは、ジャマイカセント・トーマスキオク出身の陸上競技選手。専門は110メートルハードルで、自己ベストは12秒94の元ジャマイカ記録保持者。2012年ロンドンオリンピックで銅メダル、2015年北京世界選手権で銀メダル、2020年東京オリンピックで金メダルを獲得し、 オリンピックと世界選手権の男子110メートルハードルにおいて、ジャマイカ人初のメダリストになった選手である。8月の新鮮ユニバーシアード男子110メートルハードルを13秒24の自己ベストで制し、この種目ではすべてのカテゴリーの世界大会を通じて、ジャマイカ人初の金メダルを獲得した。8月のロンドンオリンピック男子百十メートルハードルに出場すると、 準決勝をジャマイカ記録となる13秒14で突破。決勝でもジャマイカ記録となる13秒12をマークして3位に入り、この種目ではオリンピックと世界選手権を通じてジャマイカ人初のメダルとなる銅メダルを獲得した。閉会式ではジャマイカ選手団の騎手を務めた。6月1日のダイヤモンドリーグプレフォンテーンクラシック。 男子110メートルハードルで13秒05のジャマイカ記録を樹立し、ジャマイカ人初の13秒0台に突入した。6月のジャマイカ選手権では、男子110メートルハードル決勝に向けた、ウォームアップトラックでの練習中に足を痛めてしまう。8月のモスクワ世界選手権、男子110メートルハードルで準決勝まで進出するも、負傷のため途中棄権に終わった。 結局これが今シーズン最後のレースとなった。7月5日のダイヤモンドリーグミーティングあれば男子110メートルハードルで世界歴代10位体の記録となる12秒94をマークしジャマイカ人として初めて13秒の壁を突破した。なお、13秒の壁を突破した選手はパーチメントが史上16人目でカリブ海諸国の選手としてはキューバのダイロン・ロブレスに次いで 史上二人目となった。7月11日のダイヤモンドリーググラスゴーグランプリ男子110メートルハードルでハムストリングスを痛めた影響により残りのシーズンを棒に振ることとなった。8月の世界選手権男子110メートルハードルに出場すると準決勝を13秒16の組に着で突破し世界選手権で初めて決勝に進出した。 決勝では優勝したセルゲイ・シュベンコフと0秒05、サノニーに入り、この種目で、ジャマイカ人初のメダルとなる、銀メダルを獲得した。5月6日のダイヤモンドリーグ、カタールスーパーグランプリ男子110メートルハードルで、今季世界2位の記録となる13秒10をマークしたが、同月28日のダイヤモンドリーグ、プレフォンテーンクラシック男子110メートルハードルで、負傷してしまう。 ハムストリングス負傷のため7月上旬のジャマイカ選手権は欠場したが、救済措置でリオデジャネイロオリンピックのジャマイカ代表に選出された。しかし、本大会で走るには8月8日までに実力を証明しなければならなかったが、7月24日のレースでは13秒53と本来の調子にはほど遠く本大会のメンバーから外れた。8月のロンドン世界選手権。 男子110メートルハードルでは、前回大会に続いて決勝に進出したが、2大会連続のメダル獲得とはならず、13秒37で8位に終わった。6月、東京オリンピック出場権をかけた、選考会にて13秒18で3位に入り、ジャマイカ代表に選出された。本大会では準決勝を13秒23で突破。決勝では13秒04の、 シーズンベストで金メダルを獲得した。東京オリンピックで8月4日に準決勝が行われた国立競技場へ向かうところ乗るべきバスを乗り間違え、気がついた時には逆方向の東京アクアティクスセンターに到着していた。その場にいた大会関係スタッフに助けを求めたところ、そのスタッフが国立競技場までのタクシー代として、 手持ちの1万円札を貸してくれたためウォーミングアップに間に合うことができ、準決勝を通過、翌日に行われた決勝で見事に金メダルに輝いた。競技を終えた後バスに乗ってそのスタッフのもとに、無え金メダルを見せて、感謝を伝え、タクシー代を返すと共にジャマイカチームのシャツをプレゼントした。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、 当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。